ボニー・ゲール・フランクリンは、テレビドラマ、ワン・デイ・アット、エータイムの主演で知られるアメリカ合衆国の女優、トニー賞、エミー賞、ゴールデング・ローブ賞に、ノミネートされた。1944年1月6日、ブナイブリスのビバリー・ヒルズ支部を設立した、証券引き受け業者の父・サミュエル・ベンジャミン・フランクリンと、娘の没後も生きた、長命の母、クレアの娘として、 カリフォルニア州サンタモニカで生まれた。両親は二人ともユダヤ人の移民で、父親はロシア出身、母親はルーマニア出身であった。彼らはアメリカに移住する前にモントリオールで結婚した。一家は彼女が13歳の時にビバリーヒルズに転居し、1961年にビバリーヒルズ高校を卒業した。スミス大学に通い、 アマースト大学によるミュージカルグッドニュースに新入生として出演した。その後カリフォルニアに戻ってカリフォルニア大学ロサンゼルス校で学び、1966年に英語で学士号を取得した。初出演は9歳の時でテレビのザ・コルゲート・コメディー・アワーであった。1956年アルフレッド・ヒッチコックの映画間違えられた男に クレジットのない役で出演。1960年代には、プロクターギャンブル提供のショートニングのクリスコの使用法を解説する短編教育映画、ユー・アー・ザ・チャッチで10代の主人公を演じた。1970年、ミュージカルアプローズでブロードウェイデビューを果たし、トニー・ショーにノミネートされた。このミュージカルでローレン・バ・コールが歌い上げた主題歌は、 ブロードウェイのそのシーズン中で最も成功した曲となった。舞台への出演時間はわずかであったにもかかわらず、フランクリンは多くの注目を集めた。例えば防具師は1970年7月号でメルバムーア、サンリダンカン、フランクリンの3人を期待の若手女優として写真付けで特集している。 ニュージャージー州ミルバーンのペーパーミルプレイハウスで上演された2つのミュージカル、ジョージ・エムと A サウザンド・クラウンズの双方に出演した。1973年6月22日から9月2日まで、ニューヨーク州ロングアイランドのジョーンズ・ビーチ・シアターで、ジョン・カラムやバーバラ・マイスターが出演したロジャースハマースタインのミュージカル、回転木馬に、キャリー・ピパリッチ役で出演した。 零一一ナポレオンソロ、ヘーゼルおばさんなどのテレビドラマにもゲスト出演。ABC のシットコム、ギジェットは15歳に、準レギュラーとして出演。1980年代には、CBS のシットコム、チャールズ・イン・チャージや、シンジケートコメディドラマ、ザ・マンスターズ・トゥデイの何本かのエピソードで監督を務めた。フランクリンは、離婚した母親アンドマーノを演じた、シチュエーションコメディ。 ワンデイアット、エイタイムで最も知られていた。2011年4月、フランクリンと他のワンデイアット、エイタイムの出演者は t v ラントケーブルチャンネルの毎年恒例のイベントの賞の一つ、イノベーター賞を受賞した。t v ラントの公式サイトからの引用は以下の通り、イノベーター賞は新しい領域を切り開き、その時代の重要な課題に取り組み、 ジャンルの最定義に役立ったテレビドラマに与えられます。ワンデイアット、a タイムは複合的ドラマ、コメディであり、婚前交渉、自殺、セクシャルハラスメントなどのタブーのテーマに対処し、障壁を取り除き、これらの問題に取り組む将来の番組のために道を開きました。テレビの先見の民のあるノーマンギアが企画し、一部脚本を執筆したワンデ d アット a タイムは、 1975年から1984年までの9シーズンにわたり CBS で放送されました。ボニー・フランクリン、バレリー・バーティネリ、マッケンジー・フィリップスが、アンド・マーノ、バーバラ・クーパー、ジュリー・クーパー役で主演したこのシリーズはインディアナポリスに転居して新しいアパートの管理人ドイン・シュナイバーと仲良くなるシングルマザー率いる家族を中心に展開する。 他に出演者再会に加わっているのは1980年に、アンのボーイフレンドであるニックの息子役で出演した、グレン・スカーペリです。2004年マーチ・フォー・ウィメンズ・ライブズで群衆に、話しかけるフランクリン民主党員である彼女は、1984年、アメリカ合衆国大統領選挙で、ウォルター・モンデールの選挙運動を支持した。1988年、 ペンシルベニア州のバックスカウンティ、プレイハウスとポコのプレイハウスでアニーよ銃を取れのタイトルロールを演じた。1988年にはウェストサイドアーツシアターでテレンス・マクナリーの月の光の中のフランキーとジョニーにもトニー・ムサンテと共に出演した。1998年7月、ピッツバーグパブリックシアターでバージニア・ウルフなんか怖くないに出演。 1999年9月、ワシントン DC のフォード劇場で、人生に必要な知恵は、すべて幼稚園の砂場で学んだに出演。2011年8から9月、カンザス州オーバーランドパークのニューシアターレストランで、ブルースウェイツと共に、ニアクロスに出演。2011年10月4日から14日、カリフォルニア州ベンチュラのルビコンシアターで、マグノリアの花たちのウィザーを演じた。 2000年代の半ばから後半にかけて、ロサンゼルス大都市圏で、2001年に姉妹のジュリと設立した劇作家集団による12近くの舞台に主演した。2006年から2007年にかけて、リリアン・ヘルマンによるトイズ・イン・ジア・アティックに出演。2008年1月、ピコプレイハウスでニール・サイモンのブロードウェイバウンドに出演。2005年、CBS による ワンデイアット、A タイムの60分の解雇特番、ザワンデイアット、A タイムリユニオンに出演し、共演者のマッケンジー・フィリップス、バレリー・バーティネリ、パット・ハリントン・ジュニアと再会した。2011年、TB ラントのホット・イン・クリーブランドで、バーティネリと再び再会、バーティネリのボーイフレンド役の母親を演じた。2012年4月28日、 第28回サウスランドシアターアーティストグッドウィルイベントでビバリーヒルズのサバンシアターのオリジナルキャストさんと題されたアプラヘルスの事前公演に登場したスターの一人であった。このイベントではロサンゼルス軍で HIV とエイズに感染しているクライアントとアプラが協力して20万ドル以上の資金を集めた。フランクリンや様々なミュージカル出演者たちは 彼らが関わってきた曲を披露した。フランクリンは1970年にブロードウェイで初舞台を踏んだアプローズのタイトル曲を歌った。ヒルドラ、ザ・ヤングンザ・レストレスにゲスト出演、エピソードは2012年8月に放送され、わずか1ヶ月後に末期水岸と診断された。彼女はロサンゼルスの船積み港で働いていた時に、 記憶喪失にかかったビクター・ニューマンを助けに来た、修道女子スター・セレストとしてキャスティングされた。劇場とテレビの仕事に加え、ニューヨーク市のルムーシュ、グランドフィナーレ、ATS、トライアド、アルゴンキンホテルのオークルーム、ペンシルベニア州、ニューホープのオーデットなどのキャバレーに登場した。2013年4月、サンタバーバラのアンサンブルシアターカンパニーで、 ジョーン・ディディオンの女性独演劇、悲しみにあるものに出演する予定であったが、病気のため辞退した。フランクリンは二度結婚している。最初は1967年から1970年まで、脚本家のロナルド・ソッシと、ついで1980年から2009年11月11日に、彼が亡くなるまでの29年間、映画制作者のマービン・ミノフと添い遂げた。ミノフは、 1980年に結婚する以前に、フランクリンが、マーガレット・サンガー役で出演したテレビ映画、ポートレート・オブ・ A レベル、ザリマーカブル・ミセス・サンガーの、エグゼクティブプロデューサーであった。彼女には、ジェット及びジュリー・ミノフと EU 二人のママ子がいた。2012年9月24日、一家のスポークスマンがフランクリンに水癌が発見され、治療を受けていることを公表した。 2013年3月1日、ロサンゼルス地区の自宅で69歳で死去、ロサンゼルスのマウント市内メモリアルパークセメタリーで、ミノフの隣に埋葬されている。ワンデイアット、A タイムより、左からバレリー・バーティネリ、マッケンジー・フィリップス、リチャード・メーサー、フランクリン。ありがとうございます。